はい、どうも皆さんこんにちは、ケンタさんです。久々にお外での撮影でございます。ちょっとね、ブロックタイヤ履いて秋ヶ瀬公園で遊んでましたまあそのついでで今日はちょっとね、いろいろ紹介しようかなと思いまして、何本か動画撮りたいと思います。ということでね、今度、バイクロア2っていうですね、白州、山梨県でシクロクロスのイベントがあるんですけど、自転車のレースと一緒にキャンプができる、そんなようなね、イベントがあって、今回ですね、自分は彼女さんと一緒にね行くので、その時に使う椅子を購入したんで紹介したいと思います。よいしょ、ズドン。はい、ということで出てきました、ヘリノックスのコンフォートチェアというですね、折りたたみ椅子を購入していました。まあまあ結構メジャーです、チェアワンとかね、すごくもうメジャーで使われている人も多いと思うんですけども、僕はチェアワンのもうちょっとこうライトというか、カジュアルさが強めのものをちょっとね購入したので、ね、こいつをちょっと開けていきたいと思います。はい、ということで早速見ていきましょう。一応ですね、袋はですね、こんな感じでコットンに詰まっています。もう袋からちょっとね、カジュアルさがね、にじみ出ていると思うんですけども、見てわかる通りオレンジ、そして今はないですけど、アイボリーの色を購入しました。口はこんな感じで金属の輪っかでこう縛られています。これをニュニュニュとニュニュニュとほどいてやると、こんな感じでね、中身が出てくるんですよね。ヘリノックスのね、まあいいところ、折りたたみ椅子なんですけども、コンパクトで軽量、まあこいつはねチェアワンよりは重いですけども、それでもコンパクトで軽量で、すぐ組み立てることのできる折りたたみ椅子ができます。ということで、ちゃちゃっと組み立てていきましょう。じゃあ早速組み立てていきますよ、せーの、よいしょ。まず袋から出します。撥水加工された生地、コットンの生地と、これがいわゆるフレームですね。一流メーカーのね、テントのフレームとかにも使われている BAC というね、メーカーの、ポールを使っております。こいつをガチャガチャガチャと穴にね、こんな感じで入れていってあげます。はい、こんな感じで骨組みがあっという間にできました。よいしょ、これも入れてね、こうです。これをこんな感じで下に刺してで、こちらですね、これが椅子になるので、こいつをこの4箇所に引っ掛けていきます。こことここ、でもここで、こことはい、出来上がりました。こんな感じであっという間にできます。結構ね、色合いも可愛くていいですよね。こんな感じでございます。ヘリノックスのコンフォートチェアですね。実際に座ってみたいと思います。よいしょ、はい、という感じでございます。一応僕体重がですね、80キロ近くあるんですけども、まあ、大人の男性が座ってこうやっても全然折れる気配は全くないです、チェアワンとかとかもね迷ったんですけども、なんかチェアワンの方がコンパクトになるし軽量化もできるので、ただまあどうせならね、これね家でも使いたいなと思って、そういう意味で今回こっちを購入してみましたね。こっちの方がちょっとね、デイリーに使えるかなと思いましてね、見た目も結構可愛いと思うんで、これね、外で撮影するのはいいんですけど、まあまあね目立つんですよね。結構ね、こういうのトーンといい、なるべく抑えてるんですけども、またちびっ子たちが集まってきちゃうかもしれないと、ね、まあこんな感じでヘリノックスのコンフォートチェアをちょっと購入しました。値段がね1万2000円するんです。まあまあします。で、結構ね類似品がいっぱい出回ってるんですよ。
もっと安くてね、アマゾンとか見るといっぱいこう似たような形のやつであるんですけども、レビューを見るとこの引っ掛ける部分、ここが、突き破れたとか、骨組みが折れたとか、まあ結構ね危ないなと思ってね。でこういうのって消耗品ではないと思うので、ずっと使えるものなんで、まあちゃんと使ってればね。なんでまあちゃんとしたもの買おうかなと思って、今回ヘリノックス、ちゃんとしたメーカーのやつを購入しました。ということでね、アウトドアな季節がねやってきましたよ。今日も最高にちょうどいい季節です。はい、椅子はあってもテーブルがないじゃないですかと。どうやってあなたご飯食べるのと。はい、そのためのこいつでございます。次回のアウトドア系の動画はこいつを紹介したいと思いますんでね、お楽しみ。普通に僕の部屋のレビュー用の椅子として多分使えます、ね。まあ、気になる人がいたらね、ぜひチェックしてみてください。下にもねリンク載せてますんでね。ということで、ケノさんでした。ヘリノックスいいじゃんと、悪くないじゃんと、そしてこの雰囲気いいじゃんと思った方はね、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。ということでお疲れ様です。